こんにちは、高橋文明です。よろしくお願いいたします。今日はですね、文法ルール、文法とかルールをちゃんと守ってる、なかなか読むとね、いい文章なんですけれども、どこかちょっとなんか読みづらい、そういう文章ってあるじゃないですか。なんかこれ読んでもなんかスーッと右から左にこう文字が流れるだけで何も残ってこないっていう、そういう読みづらい文章ってね、そういう結果になってしまって何も残らないっていうことがよくあるんですけど、そういう読みづらい、そういう文章を書いてしまったらどうすればいいか、どうすればそういうね、読みづらい文章から逆に読みやすい文章、最後まで一気に読んでしまうような、そういう文章っていうのはどうやったら作れるのか、そういったお話をしたいと思います。まずはね、ちょっとこの文章を読んでみたいな話ですね。これごく普通の何気ない文章ですね。ちょっと読んでみましょう。私の姉は町一番の美人でした。兄は剣道が得意で広島県大会で優勝したこともあります。兄は毎朝竹刀を持って素振りをしていました。そんな兄に私は憧れたものです。母は小言ばかりのちょっと面倒くさい人でした。まあこうやってずっと続くんですけれども、いかがでしょうか、この文章。まあ普通の文章ですよね。でもね、こういう文章が次から次へと続いていくようだと、これ読みづらいです。正直言って読みづらい文章になってしまいます。それはなぜでしょうか。この文章ね、よくよく読んでほしいんですけれども、つまりですね、文章にはこういうルールがあるんです。どういうルールかと言いますと、一つの段落には一つの内容を書くということです。一つの段落には一つの内容を書いてください。先ほどの文章、もう一度ちょっと先ほどの文章見ましょうか。私の姉は町一番の美人でしたって一番最初に書いておきながら、兄は剣道が得意でって次の文でお兄さんのこと書いてますね。ちょっとおかしくないですか。で、兄は剣道が得意で広島県大会で優勝したこともあります。で、3番目の文章は今度またお兄さんのこと書いてますね。兄は毎朝竹刀を持って素振りをしていましたと。そんな兄に私は憧れたものですっていうふうに、2番目3番目4番目はお兄さんのこと書いてて、最後の文章なんかは言葉は文章はそのね、母、お母さんのこと書いてますね。母は小言ばかりのちょっと面倒くさい人でしたっていう。一つの段落の中にお姉さんのこと、お兄さんのこと、それからお母さんのこと、三つの内容が入ってます。こういうふうに一つの段落にいろんな内容が入ってしまうと読みづらくなるんですよ。そのことをちょっと今日覚えてほしいんですね。つまりこの段落は一番最初の文は、私の姉は町一番の美人ですっていう風に一文始まってます。最初の一文これで始まってますから、この段落はお姉さんのことを書くべきなんです。でもしお兄さんのことを書きたいんであれば、お姉さんの一番最初の一文は外すべきなんです。一つの段落には一つの内容を書いてほしいんですね。そうすれば読みやすくなりますから。で、じゃあ私の姉は町一番の美人でしたっていう文章を一番最初に持ってくるとしたら、次の文もぜひお姉さんのことを書いてほしいんです。そうすると読みやすくなります。ちょっと書いてみましょうか。こんな一文を次の文にね書いてみました。私の姉は町一番の美人でした。町で女子高生や働く若い女性を見かけましたが、姉よりも
美人は見たことがありません。姉は大きな目をしていて、笑うとまるで満開の桜のような晴れやかさがありました。これお姉さんに渡してほしいと言って、ラブレターを私は何通も受け取ったことがあります。まあ、こんな風に一つの段落は一つの内容、この段落はお姉さんのことをずっと説明する、そういう風に書くと読みやすくなるんです。いかがでしょうか。一つの段落には一つの内容、一番最初にお姉さんのことを書いたら、その段落はお姉さんについて書いてほしいんです。わかりましたか。そういうふうに書けば本当に読みやすい文章に変わりますから、あなたの文章が読みやすくなれば、次から次へとどん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 最後まで一気に読んでしまいます。いいですか。もう一度言います。大事なことなのでもう一度言います。一つの段落には一つの内容を書いてください。一番最初の一文をお姉さんのことを書いたら、その段落はお姉さんについて書いてほしいんです。わかりましたか。もしどうしても理解できないっていう人がいたら、お問い合わせのところにね、ぜひこういうところはちょっといまいちよくわからないっていうね、質問があれば、そういった質問なんかもね、書いていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。高橋文明でした。どうもありがとうございます。